パート2は海鮮市場カロイチで、ランチに海鮮をいただき、食後には砂場コーヒーで、コーヒーをいただきました。午後には湯村温泉の湯海リゾート三好屋さんへ、湯村温泉街の観光名所を紹介させていただきます。若林商店さんで、スペシャル海鮮丼と秋のお魚ランチをいただきました。食後は砂場コーヒーでコーヒーをいただきました。コーヒー以外にもたくさんのメニューがあります。三好屋さんに到着。チェックインを済ませ、温泉街荒湯を観光。こちらでは温泉を飲むことができます。卵を購入し、温泉卵を作ります。冷水で冷やし、足湯に入っていただきます。森下橋を渡り、夢千代像を見て、荒湯を見ながら散歩します。観光協会の入り口には芸能人のサイン色紙がありました。面白い店、おばあカフェを発見。この店には数々の名言がありました。夢千代館では、昭和の懐かしい品々を見学しました。
夢千代日記の当時の衣装などが展示されています。三好屋さんへの帰り道に、懐かしい看板を見つけました。三好屋さんのお風呂は3つで、展望風呂が2つ。毎日、男湯と女湯が入れ替え制です。露天風呂は森林浴が楽しめますが、結びの階段を登らなければなりません。露天風呂の入り口です。長すぎる93段の階段を上ります。93段を上ると結び柱があります。露天風呂を堪能しました。夕食は愉快リゾートさんご自慢のバイキングです。夕食後に夜の洗い湯を楽しみました。